たい。アイドルの一番星になる虹の夢。アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、私はアイドル学校四つ星学園に通う中学2年生。トップアイドル S4 として毎日全力でアイカツ頑張ってます。エルザさんのお母さんが日本へやってきた。本当に綺麗で素敵な人で、さすがは元トップアイドル。その夜はエルザさんのお母さんと一緒にヴィーナスアークでのパーティー。そこで私は星を見上げながら改めて誓った。私の夢は世界の一番星になること。この空で一番輝く星に。その夢に向かって虹の夢、今日もアイカツ頑張ります。小春ちゃん。でもようやく夢の一つが叶うんだ。私もだよ、ゆめちゃん。自分のデザインしたドレスでゆめちゃんと一緒にステージへ立つ。イタリアへ行ってからもずっとずっと願い続けてた。じゃあこれは二人の夢だね。うん。でも絶対内緒だよ。最後のパーティーでみんなを驚かせるびっくり箱大作戦。聞きまして、今年のハロウィンは。みんな私のせいだ。今さら謝られても困ります。ハロウィンをヴィーナスアークと合同でやるというのは決定なんですの？そうだ、昨夜親睦を深めるということでヴィーナスアークに招かれたのがそもそもの失敗。ええ、今当学園もハロウィンの準備で大わらわですよ。そう、ハロウィンの。ジャパンはハロウィンが定着して日も浅いと聞いています。何でしたら我がヴィーナスアークのハロウィンに参加されて勉強なさってはいかがですか？お断りします。なぜ？むしろ我が学園のハロウィンナイトへ参加されませんか？もっとも驚きのあまり大泣きされても困りますが。本当にすまない。大丈夫です、学園長。みんなで力を合わせてエルザさんたちをびっくりさせちゃいましょう。ゆめちゃんの言う通りだぞ。私も賛成ですわ、四つ星学園のプライドにかけて。それじゃあ早速準備開始だぞ。二階堂はもちろん、今の S4 たちもみんな本当に立派になったな。ありがとう。どうしよう、ゆめちゃん、こんなことになっちゃって。大丈夫、最後はみんなで合同パーティーをするらしいから、そこでびっくり箱大作戦もできるよ。よかった。ゆめ、全生徒への連絡無事完了。
兄さん経由で M4 にも参加してもらうよう頼んでおいたわ。よーし、それじゃあとは夜を待つだけだね。ようこそ四つ星学園のハロウィンナイトへ。ヴィーナスアークの皆さんには決められたコースを巡ってお菓子を集めていただく。最後まで集めきれば勝ち。ただし途中で驚きすぎた場合はそこで失格とする。驚きすぎというのはどう測るのですか？先ほど皆さんからお預かりしたアイカツモバイル、こちらに測定プログラムをインストールしておきました。なるほど。四つ星学園のハロウィン楽しみ。びっくりさせてくれないと。ねえ。ではそろそろ。その前に一つ条件を出してもよろしいかしら？何でしょう？勝った方が終了後のパーティーを自由にできるというのはいかが？自由にとは？これこれ、四つ星学園の生徒みんなこれをかぶってもらいます。実に興味深いね。四つ星学園のパーティーがカボチャで埋め尽くされるなんて。そんなことになったら私たちのステージが。自分はこの学園の生徒たちを信用しています。受けて立ちましょう。結構なことね。ではここに四つ星学園 VS ヴィーナスアークのハロウィンナイトを開始いたします。というわけで皆さん準備はいいですね？ええ、大丈夫。フランスの哲学者パスカルは言いました。恐れるものを恐れるなかれ、だが恐れぬものは恐れよと。ヴィーナスアークの皆さんが恐れるものと信じて。みんな、はい、お菓子。今年はグミの詰め合わせだって。歌グミ、劇グミ、美しグミ、マイグミですか。うん、そろそろヴィーナスアークの皆さんがお見えになる頃です。私たちカンブーズの力で思いっきりビビらせちゃいましょう。停電。貴様たちの命もらい受ける。船から運び出したエルザサイズ用のバーチャルマシンが役に立ったね。終わり？キララの出番がなくてつまんない。あら、残念だわ。それじゃ、クリアした証拠のお菓子はいただいていくわ。待ちなさい。カンブーズの意地にかけて。おめでとうございます。失格ね。道連れよ。どうぞ。こちらダンシング忍者、こちらダンシング忍者、聞こえますか？何？カンブーズが突破された。あ、いや、一人脱落させただけでも十分だ。また報告してくれ。まさかローラたちが。心配しないで小春ちゃん、次に控えているのはアコちゃんたちの劇組。そっか、アコちゃんなら。うん、きっとエルザさんたちをびっくりさせてくれるよ。持ってくね。お待ちなさい。あ、アコちゃん起きた。劇組の
そろ行こうか。へい。激組も突破された。だが花園キララを足止めしただけでもよしとしよう。学園長、私そろそろ最終ポイントの歌組レッスン場へ行きます。すまん。ゆめちゃん、念のためだよ。歌組の前には美し組も控えてるし。それじゃあね。お願い、まひるちゃん、ヴィーナスアークを食い止めて。よくやってくれた。残るはエルザ・フォルテと生徒数名。次のチェックポイントは体育館。 M4 の先輩たちです。うん、 M4 の魅力でエルザ・フォルテをメロメロにする。で、僕たちどこへ行けばいいの？ちゃんと聞いとけばよかったな。お、妖精？バカな、科学的にありえない。あら、どちら様でしょうか？俺たちは…僕は五十嵐のぞむ。みんなのアイドルにして M4 王国の王子です。まあ、私男性のアイドルなんて初めて見ました。あの、エルザ様。放っておきましょう。それより体育館のお菓子は？はい、ここに。これで残るは最終ポイントのみ。なに？ M4 が双葉アリアにメロメロに。で、エルザ・フォルテは最終ポイントに向かった。七倉、どこへ行く？私たちの夢を守りに。四つ星学園のハロウィン、やはり大したことなかったわね。タコ？違います、海の怪物クラーケンです。悪魔の使いと意味嫌われている。そこをつくとはなかなかやるわね。いえ、だからクラーケン。あなたが大ダコなら私は海の魔物を退治する。キャプテンエルザ。終了後のパーティー、私なら大切な幼なじみと一緒に歌いたいと思います。だって小春ちゃんと一緒のステージに立ちたかったし、今でもそう思ってるから。私たちの夢が。ではお菓子を頂戴しましょうか。しかも後で食べられるようにラップでくるんである。ああ、忙しい忙しい。こんなもので私を止められると思ったの？甘いわね。小春七倉。クリスキャロル。エルザさんをびっくりさせちゃった。
残念ね。これくらいで私が驚くと思って。いいえ、本当に驚いてもらうのはこれからです。ゆめちゃん、少し予定と変わっちゃうけど。うん、私たちの夢の輝き、エルザさんに見せつけちゃおう。決着はどうなったの？って、小春、なんでここにいるんですの？みんな見てて、私とゆめちゃんからのサプライズ、二人のびっくり箱を。小春ちゃんのデザインしてくれたレインボーベリーパルフェのドレス。私たちの夢はいつも一つ、七色の虹のきらめき。一緒に渡ろう、七色の虹を。そしてその向こう側へ、虹の夢。七倉小春、行きます。
じゃ。負けを認めるわ。ただし四つ星学園にではなく小春七倉に。さすが私が見つけ出した才能だけのことはあるわね。見事なほどに息の合ったステージだった。エルザさん、ありがとうございます。それでは皆さん、あとは親睦会ということで大いに盛り上がってください。センキュー。乾杯。ねえ、いっそ二人でユニット組んじゃん。いいねいいね、コングラチュレーション。さあどうぞ。まあ、ありがとうございます。なんだ望むのやつ。まあ、いいんじゃないか。僕も小春ちゃんのステージ見たかった。こっちに比べれば。今日はすまなかったエルザ。いいのよ、ただのお遊びだもの。でもこれでお遊びはおしまい。今日はすごかったよ小春。頑張ったわね。小春を褒めるのは私の仕事ですのに。ではこの後は本日の MVP である虹の夢と七倉小春のステージをご覧ください。え、また私たち。いいじゃない、何度でもやれば。長い間の夢だったんでしょ。期待してますわ。行こう小春ちゃん。アカシア揺れる森の呼吸、木漏れ日のチューン羽織ったらピルエエルザ、ようやく私の心に火がついたよ。次回、アイカツスターズ、木崎レイの誓い、つかめ、アイドル一番星。